こんばんは、こんにちは。PC 版のフォールアウト4サバイバルモード、続きやっていきたいと思います。はい、前回、レールロードのクエストを終えて、ダイヤモンドシティ経由して、ハングマンズアレに戻ってきたんですけど、まあ、道中ね、ドッグミートが、まあ、そんな感じですよ。ドッグミートがちょっと死んじゃったんで、高いとこから落ちてさ、だから今回パートではね、イーグリッドツアーマリーナの方に、はい、ドッグミートの呪いか、わかんないけど、なんか、よくわからん死に方したな、今。まあ、そんな感じで FPS にして、スナイパーライフル持って、まあ、とりあえず、ドッグミートを迎えに、イーグリッド2アマリーナまで向かいたいと思います。その前に、まあ、ちょっと、この辺がいる雑魚を、で終わり？まあ、この辺はお土産ですね。まあ行きましょうか。カラスがいる。まあそんな感じで、まあイーグリッド2アマリーナに向かって、ドッグミートを仲間にして、まあ近くの危険地帯通りながら、レールロード本部に到着するまでが今回の予定になっておりますけどね。どうなってるんでしょうか。本日ね、リアルは10月19日ですね。で、そろそろね、Xbox 版のフォールアウト76ベータテストが始まるみたいですけど、PC 版で参戦するんで、30日からなるんだよね。ちょっと悲しいね。PS4 版の方々と一緒にやるのかな？クロスプレイはなしだっけ？あんまりね、やる気満々だけど、全然情報見てないっていうね。まあ、とりあえず今は、ボストンを、の散歩を楽しみましょう。まあ、比較的、ここからも本当に安全だからね。それよりもこっちだよ。オーバーランド駅の方に向かう途中の変な建物からね、結構ランダム、レイダーだったり、スーパーミュータントだったり、時にはなんか普通に人だったりとかね、結構ありえますからね。まあそんな感じで。ね、前回パートの最後になんか雷だったから1時間寝たんだけどね、そしたらちょうどハングマンズアリー周辺は、雷が収まったけど、こっちの方来るとまだまだね。なってるよね、雷が。ここもね、たまに普通に人が歩いてたりするけど、メカニストも歩いてるからね。まあとりあえず武器の方は、バットを持って警戒しながらね。まだ読み込み終わってないけど、とりあえず帰ってきました。と思ったら今ちょっと思い出しちゃった。ボルトスーツのもう在庫がなくなってきてんだっけ？そうだな。じゃあボルト88に寄っていこうか。まあ、そんな感じって。いるかい？新しい居住、いつもいいな、あんたは。入植者。今、ここに人いなかった。気のせい。ここにも結構スタックしてたんだけど、もうあれから人は増えてないのかな。ドッグミートを探したい。あと新しい人がいたら、新しい人に武器も渡したい気もするけど。え？水の匂いか、それとも犯罪現場
ニックか。他はいないのかな。あ、この人新しい人だ。この人にこれちょっとパワーアップさせた、これをねお渡しします。あとフュージョンセルも結構いっぱい持ってきたからね。じゃあこれ装備させて、この辺回収して、まあちょっと、まあ、好きなようにやっといて、じゃあとりあえず、まあ、荷物入れといて、ドッグミート探しに来たんだけど、ドッグミートがまだ来てないんだよな、きっと。ドッグミートも消えちゃったってことないと思うから、もしかして裏とかに、うわーいるとかいないとか。マシンガンタレット入植者いないな。まあいないけど、まあ一回ここでセーブして、そのままボルト88に向かいましょうか。で9時40分か、ちょっと急ぎ気味で行こう。見当たらんな。オッケー、いないね。オッケー、しょうがない。まあとりあえずデパート方面に向かって、デパート方面のマンホールからねボルト88に侵入していきましょう。でちょっとボルトスーツをね、あとピップボーイの補充ですね、やっていきたいと思います。ドッグミート本当に帰ってくれるのかな。なんかそんな感じで結構コンパニオンのロストが目立つんで、ドッグミートはいなくなってほしくないからね。まあ読み込み遅れでなんか近くにいるんだよな。結構ここスーパーミュータントの拠点が多いんで、案外この建物の上とかはね早いと思いますよ、リスポンが。とはいえちょっと怪しいんで、スナイパー持って FPS にしていきます。まあ大丈夫かな。ここの空気感でも好きだよ。 あえてつけないでいこうか。あの比較的あのリスポンもちょくちょくしてるというかね、ある程度来てなかったりすると、さっきのマンホールから、スーパーミュータントが襲撃で来たりとかね。あと、メインの表の入り口からは、もうすぐ外にいるレイダーどもがね、結構突っ込んでくるから、まあ今んとこはここと、スロックが、一番ね、襲撃が発生してますよね。よし。よし、オッケー。まあ、とりあえずね、ボルトスーツの方を回収しに行きましょう。で、ここ来た瞬間になんか入ってくることもあるから、ここですね。一着しかないんだけど。しょうがないな。この間来たばっかだから、これが徐々にね、追加されていくみたいな感じなのかな。OK。いいね。じゃあ、とりあえず出るとこまでカットしたいと思います。もう中は安全っぽいからね。はい、出てきました。じゃあ、まあ、ここの間抜けていくか。
まあ、あとはね、もう本当にナビゲーションに従っていくだけなんで、いいかなと思うけど、無法地帯がね、広がってるから、ジャマイカブレイン周辺もリスポーンが早いし、結構緊張ですね、この辺は。また、遅れて湧くってのもあるからね。ここは、パワーアーマーとかあったりしない？ないね。まあ行きましょう。散歩を楽しみましょう。レッドロケットストップがちょっと声したな。ああ、ここスパミューリスポーンしてたんだっけ。サルベージ工場、確かね、ここの地下にも死体発見。え、ライトに追われてる？うん、地下になんかあった気がするんだけど、今回では来てないですね。コンソール版の方では地下の探索とかやって、なんか、まあ、小規模ですけど、なんかアイテムがあった気がします。うん、ここの辺ね。メカニストが怖いね。あえてこっち行ってみようか。ぐるっと南から上がってくるみたいなね。じゃあこれに持ち帰っていきます。まあ、この辺がハイウェイがあるから、もしかしたら、てかね、上に必ずいるからね、敵が。お、パラディンだ。POS。わ、なんかレアなの持ってるぞ、あいつは。まあ、まだ敵対はしてないんで、いいけどね。でも分かりやすいよね。なんか発砲音とか聞こえ、始まったね。お、スーパーミュータントか。ちょっとしゃがむ。頑張って。全なんだなんだ、 FPS にしとくわ。ボケとしとったらこっちにも結構。2体いるか。ガンナーキャプテン。まあ通常のレイダーにクリティカル使っちゃったけど。コーションだからな。近いぞ。まあよろしくやっといてくれ。行きましょう。結構すごいな。なんかいるかな。銃出しとこか。いるね。どっかわかんないけどさ。
こっち側か。見当たらず。この上とかかな。うん、大丈夫になったね。スーパーミュータントの肉の塊的な。まあこの緊張感がいいよね。なんだなんだ。どっかに動くものある？ないな。ここ全開パートのとこじゃない？未発見のロケーションある。ちょっと行ってみようか。こういう狭いとこなんか突然出てくる可能性あるから。いた。結構いっぱいいな。お、そっか。終わったか。さて困ったぞ。ロケットストップまで防衛要請があったけど。まあ報告は後でもいいから、レッドロケットトラックストップまで向かうか。ちょっと遠いよ。ちょっと急ぎ気味で行かないといけないよ。ああ、BOS がやってるか。ああ、見えない。おお。OK。大丈夫ね。ただのマネキンか。こっちにも新たなロケーションが。時間たわ。まあほとんど、まあ引きこもってた感じだからね。あ、ここか。レールロード拠点も近いんだけど、このままじゃいかん。レッドロケットまで今回は行きます。今回はレッドロケットまで行って、そこで防衛戦を繰り広げて行きましょう。で、水飲もう。 OK。さてさて、もう変な絡まれとかなしにしてよ。
AP はちょっと半分ぐらい温存しとこう。まあこっからだとちょっと調子悪いから、ここはこっちに行こうか。で、中道通って、ケンブリッジ警察署の前を通っていけば、案外すんなり行けちゃったりするんじゃないの？とはいえね、ケンブリッジ警察署のストリートは、レイダーが3体ぐらい湧くとこがあって、毎回なんだかんだ湧いてんだよね。まあ、レベルの低いレイダーだから特に問題はないかと思うけど、先生疲れたらまずいよね。とはいえ、行こう。やってるね。発砲があったならちょっと注意が必要だけど、特に発砲もないようだから、AP 温存しながら、行きましょう。ちょっと読み込みが微妙だな。とはいえ、すごい綺麗だよね。いい感じです。コンソール版から、通算すると、まあ、ほとんどのロケーションをね、行ってるんだけども、今回のサバイバルモードに関してはね、結構ね、スルーしちゃってるとかスルーしてるんで、行ってないとこはかなり行ってないからね。まあ、いろいろな思い出を思い出しながら、こっからだな。まあ、ちょっとすぐね、レイダーとなんか戦闘が起こるそうな気もするけど、ちょっと FPS にしといて、行きましょう。AP は半分まで走ろうか。この辺、怪しいなと思ったんだけど。特になんもないな。オッケーオッケー。ここがケンブリッジ警察署になります。まあ、食べ物はいっぱいさ、ね、前回パートの時に作ったから。いいよ。いやー、この辺ほんと久々だよね。発砲がするけど。おっと、グールたちがリスポーンしてるな。FPS にします。リスポーンしてるな。まあ、特に問題なさそうなんで。だけど、レベルが低い時はね、グールの攻撃一発即死なんで、もうそれだけで死んじゃうからね。うわぁ、スノンボとか。やってるね。どこ行った？めっちゃ逃げてんじゃん。道の裏？うわ、やば。いやー、危なかったな。あと？あー、死んじゃってるな。
まあじゃあ行きましょう。うん、あそこは、スパミューと BOS が戦ってたりとかね、いろいろあったりとか、あとそこの工場ももうクリアマーク消えてるからね。と同時に、ここのレイダーも、大丈夫か？うん。一番気をつけないといけないのが、レッドロケットトラックストップの侵入口がね、中に入っちゃえば比較的楽なんだけど、今回はうまいこといくかどうかもわかんない。なんか知らんけど、スパミューも来るしさ。近接用にこれ持っとこう。いや、ちょっと雨が降ってきたね。もうレーダー見えるんだけど、あれはやっとかないかんか。ただのレーダーならいいんだけどさ、もう戦ってるね。そこですよ、目的地は。変なもん取っちゃった。はい、到着です。どんな、うん、あ、スターライトドライブインね。ここはスターライト、あ、レッドロケットトラックストップだからここか。まだあるな。軽く一回セーブしていこう。5時28分、行こう、急いで行こう。いやー、レッドロケットトラックストップとなるとやっぱスパミューかな。抗生物質でも打っとくか。結構近いより遠いからね。とはいえ、最初のあのボルト出てスターライトドライブインまで行く間がね、結構なバトルがあったし、いい思い出だよね。ボルト76ではなんか周りにメカとかいたしね、グールもいたし。おいおいおい、ちょっと勘弁して勘弁して。ちょっと FPS しないとダメだわ。いかん。いかんぞ。うん、あそこです、目的地は。せっかくなんでちょっと水飲もう。まだ足りないけど、みんないい武器持ってるからな、なんとか頑張ってくれてると信じて FPS にして、裏口から侵入して入れないんだけど。こちら。あ、メカニストか。終わった。人
はいはい、終わりました。いやまあパワーアーマーもあるしね。ちょっと修理していこうか。なんでミニニーク持ってんだよ。これも修理必要だな。まあこの人たちに仕事をさせないとね。ちょっと手持ちの武器がないからしょうがないけど、大丈夫ね。この辺あんま触ってないな。結構仕事してない人いっぱいいるな。よし、じゃあまあとりあえず今回パートはここで終わりかな。まあとりあえず先に荷物いっぱい入れちゃおうか。道中いろいろ拾ってきたからね。あとあとこの辺もね。あとはたった1だけど、ここなんかブッキーはないな。全然ないな。はい、まあとりあえずじゃあここで朝まで寝ます。まあ防衛戦が発生しないことを願いつつ、5時に起きよう。オッケー。うわ、霧がすごいな。はい、じゃあまあとりあえず今回はこんなとこで終わりたいと思います。次回パートはここからね、あのレールロード本部まで行こうかな。そんな感じに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。